どうしよう。まあ、パルセンは通ってるとは思う。バンゲをどうするかが問題でございますけれど。ジャラランガ出すとかもありだけどな。相手のキスにできることないけど。初手ジャラランガもありなんよな。オーロンゲ見ると初手にバンゲが出てくる可能性があるっていうのと、あと、まあ、挑発効かないから、竜舞持ってるバンゲがマジできついので、初手ジャラランガから行ってみるか、まあきつい相手来たら最悪ジャラランガ切って他の子で起点にするとかでもいいから。で、キス出さないのもありか。いや、微妙。ドリューズの通りも悪くはないから出してもいいけど、相手のウィンディをどうするかっていうところもあるな。いや、ウィンディジャラランガでもいいか。ウィンディジャラランガで見るでもいいけど、相手の投影キスを誰で見るかっていう問題があって、相手の投影キスを誰で見るか問題が勃発しているから、わかんない。ちょっと待って。選出が若干歪んでる。パルシェン刺さってるんじゃないかとか言ったけど、別に刺さってないような気もしてきたので、ドリューズか？ドリューズかな？ドリューズで行こう。まとまってね。ウィンディ、まあ、悪くはないような、じゃれつくで死ぬような、そんな未来が見える。じゃれつく持ってなければ有利対面ですけどね。いやー、ウィンディから来んのか。バンギエリに対して初手オーロンゲっていうのがやりにくいんだよな。もう、じゃれつくあるとしても引けないんですけどね。引けないので、ソウルビートしかないんじゃないかな。いや、でもな。いや、引いた方がいいか。引いた方がいいか。引くわ。引くか。いや、打ってくるんだったら、じゃれつくしかないからな。まあ、じゃれつくぐらいだったら、まだキスでなんとかなるわ。ドリューズはちょっとウィンディの上取れてる自信がないから出せない。オニビか。オニビは、なるほど。まあ、これはあれだな、逆に言えば、何が逆なのか分かんないけど、じゃれつくはないと見ていいから、じゃらんがに対する有効打はないね。どうしよう。ダイマックスを、いや、どうせバンギがいるのかな。多分バンギがいるんだよな。交代読み交代してもいいか、ここ。どこだろう。多分バンギいる。んー、いや、怪しいか。ダイジェットしたいか、ダイジェットしたい。ちょっと突っ張られた時に。あれだから、引くか。バンギか。いやー、これが読めてるんだったらね、ジェラランガに引かないといけなかったんだけどね。いや、このダイマックス完全に無駄になった。突っ張れないんで引くしかないですね。さすがにちょっとあんまり序盤からリスキーな交代読み交代はしたくないんだよな。でも耐久型のタイプのウィンディだったら別にダイマックスしなくても攻撃2発耐えるとかぐらいいけただろうから、ダイマックスしなくてもよかったかな。もったいなかったな。ちょっとこっから返せるかがマジで怪しいな。まあ、竜舞は詰めないでしょう。こっちがダイジェットしたんで、大フェアリーで突っ張られる可能性を考えたら竜舞はできない。なんで、ジャラランガへの交代は成立はする。ストーンエッジ来ても半減だからな。なんとかなるなる。向こうも大魔、オッケー。ここで打つ技なんだろう。まあ、ダイロックかな、普通に。できればダイマックスを枯らしたいな。身代わり連打かな。さあ、何する？ダイロック。言うてさすがにダイロックまで行くと痛いかな。ああ、割といい感じ。いいね、硬いね。ソウルビートする余裕あるか、これ。できればソウルビートしたいんだけど、私。ウィンディに先手取れるようにしておきたいのよね。いや、でも身代わりでもいいけど。まあでも、ジャラランガの弱点はつけないからね、基本バンギは。
ソルビトでいいか。ソルビートしちゃおうか。OKOKOK。いや、OK。お互いダイマックスを無駄にした的な感じだから、これは別に大丈夫。さあ、ウィンディ。さあさあさあ、ウィンディ。ウィンディか。トゲキスいないと見ていいんじゃないかな、これ。裏ナットレとかじゃない。ソルビート。さあ、相手のパーティードラパルトいたんですけど、ドラパルトに有効度ないんですけどね、このジャララ。ただこれはあれよね、多分ね、鬼火を打ちに来たとしか思えないのよ。持ち物も残飯って割れてるし、だからここは身代わりを張るのでございますよ。ソルビート耐久も上がるから身代わりとの相性はそこそこいいんですけど、おし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 、いけるぞいけるぞ。ジャラランが医学で攻撃下がったのは痛いけど、ただこっちはドレインパンチで回復しながら殴ることができるんだ。相手のラス1次第では全然いけるぞ。さあ身代わりも荒れないんじゃないか、放射では。こういうタイプのウィンディって放射ぐらいしか攻撃技ないんじゃないのかな。まあ神速とかなぐらいはあるかもしれんけど、鬼火回復技、炎技何かだよね。まあバックアウトとかもありえるけどな。威嚇が入っちゃってるのは痛いけどな。まあジャラランがわけわからん構成してますけど、ウォロンゲ指導の壁展開に対して初手に出されそうなポケモンに対するメタですね、この子は。まああの壁構築で上位行かれてる方の完全丸パクリではあるんですけど、ダメージは低いな。爆破か。そうだった、効かないんだった。そうだよ、効かないんだよ、防音なんだよ、このジャラランが。そうそうそう、あの初手にインフィアとかをよく出されるんですよ、オーロンゲ読みでね。だからまあ防音であれば下手したらニンフィアすら起点にできるかもしれないみたいな感じのジャラランガなんで、これめっちゃでかいだ、めっちゃでかいだ。ウィンディ引いてドラ、あーいるのかお前、いるのか。ジャラ、君がいなかったら三立てもできそうだったが、しゃあないな、しゃあないな、それはしゃあない。どうしようか。どうしようか。いや、そうなるとジャランガ捨てるかな。ジャランガ捨てかな。キッスとドリューズでなんとかするしかないかなという感じ。ドラパがすり抜けじゃないんだったらいいんだけどね。まあ、一回雷パンチ。殴る。あー、身代わり貫通か。身代わり貫通どころかすり抜けか。いや、竜技読める場面ではあったからキスに引くっていう選択肢もありではあったんだが、キス出すでしょ。ででよ、万儀が来る、万儀が来るであろう。マジカルシャインに対して後出しできるのかっていうのもあるけど、いやならまあマジカルシャイン打つか一発。まあ弱点保険でもまだいいかな。よくないか、万儀。ただこっちまだドリューズがいるからな。ドリューズ一撃で倒すのは無理なんじゃない。てか社員でいけないかな、これ無理か。いや怪しいな、怪しいな、引いた方がいいか。怪しいよねあれ。さあ岩技打ってほしいんだけどな。炎のパンチとか来たら泣くしかないな、さすがに。あ、オッケーオッケー、流れはオッケー。なんとかなんとか、なんとかっていう感じだけど、なんとかだな。急所かよ、急所かよ、ここで。まあ、自信は一貫しているので、ここは自信を。打ちましょう。
マジシャ一発でも耐えれるなら万行は温存する意味があるっていう考えをするか。してこない。いやー、砂かきだったらな。砂かきだったらとても嬉しかったんだけどな。いやー、やっぱドリュー、温存するべきだったかな、あの子。ウィンディー。放射があるよね。むむむむ。まあ、引けないしな。ドリュー存存してもしゃあないし。いやー、さっきの岩だれ急所が痛かった可能性もあるけど。え？あれ？上取ってんのか？あれ？あ、落ちねえのかよ。落ちねえのかよ、お前。威嚇痛いな。避けろ。避けない。避けないけど、避けないけど、地震で削れるな、これ。砂あるから朝の日差しできないよね。できないよねっていうか、したところでだよね。地震であんだけ入ったんだったら、鬼火食らう前の地震であんだけ入ったんだったら突破できないかな、これ。これあれだな、ウィンディ素早さ振ってないな。ワンチャンあるな、ワンチャンある、全然ある、全然あるね、これ。ドラパルとかリュウマイ持ってたら負けるけど、そんなん考慮しとらんよ。いや、さすがに、でも、物理でしょ？物理か。ゴースト技打つならゴーストダイブだろうから、キスに引くのありかな。どうだろう。いや、リュウマイは本当に負け筋なんだよね。ドラファがまだドラゴンアローしか見してないから、構成がわからない。いや、リュウマイドラパいるかな。いや、変なことせずキスに任した方がいいんじゃないかな。まあ、ゴーストダイブが来るならキスに引きたかったが、まあ。多分キスの方がウィンディよりも早そうだから。いや、全然いいと思ってる。ゴーストダイブ。ドラパルと、まあ、さすがにマジシャで倒せる HP だな、あれは。で、ウィンディも安ら圏内ではあるはずなんで、ここウィンディ引く意味もないだろうし、まあ。悪だ、いや、さすがに悪だ、何持ってるか分かんないから、悪だ組は今のは積むべきではないよね、さすがに。鋼の翼とかあるかもしれんからね。悪だ組は負け筋だからしなくていい。ゴーストダイブ。あと3分って出てきたけど、まあ決着はつくでしょう。マジカルシャイン。いや、耐えないよね、これ。だよね。で、あとはウィンディに安ら終わってればいけるはずだけど。安らじゃないと落ちないよな、さすがに。マジカルシャインじゃ落ちないよね。まあ、ここまで来たらもうあとは安らを当てるか当てないか。それだけ。命中は95。5% では負けないよね。95% で勝てるんだもんね。オッケー。何いらんフラグ立てとんねん。オッケー。勝った。大変ありがとうございました。いや、結構危うかったな。まあ。一応ザラランガも活躍はしたけどな。万儀を流してくれたのは割と大きかったかも。ドヒドイデがな、結構きついんだよ、本当に。もうアーマーガーとセットでいるのやめてくれよ。アーマーガーがいないんだったらまだドリューズ出して、ミレとかもできるのにな。どうしようかな、ジャラランガ出すとかもありか。てか、今回別にパルチェン刺さってるわけじゃないもんね。オーロンゲジャラランガキスとかで行ってみるか、たまには。
ジャラランガだったら、まあ黒い切り持ってるドヒドイではきついとは言っても、身代わりがあるんで、こっち。ドヒドイで絶対、ね、身代わり割れないからね、ジャラランガの。泥仕合になる可能性はあるけども。ジャラランガ、まあ格闘はそこそこ一貫してるから悪くない可能性があるんで。初手ありか。初手ありよりハベリマソカリか。ダイマックスしてくるとは思えないけどな。いきなりダイマックスぶっぱなんてします。まあ、アイアントに対しては普通にリフレクターでいいか。挑発はしなくていいよね。リフレク。避けろ。よし。よしよし。まあ、張り切りがあるからな。タスキの可能性もあるんで、イカサ持ちましょうか。光の壁そこまで重要でもないでしょ。オッケーオッケー、リフレクターあれば耐えますね。弾か。じゃあ別にイカ様のターンでもよ。まあ。裏もしかしたらジャラランガでアイアントを見る日も来るかもしれないからな。じゃあ光の壁張って退場かな。はい、へえ。とりあえずリフレクターを貼れば、ダイマックスされてもキス型得るはずなんですよね、ダイスチル。なんで、ジャラランガでもいっかなとも思わなくもないが、別に素早さ上げる必要性そんなないからな。そんなどころか全くないこともないけど、でもジャラランガから出してソウルビートっていうのもちょっと怪しいな。あーでも、ソルビートありかな。どっちかっていうと、キスの方が通ってはいるんだよね。でも相手の裏にカビゴンがいた場合、キスが通せないかもしれないから、それがちょっと嫌なんだけど。どっちから行くかな。ジャラランガかな。ジャラランガかな。うん。リフレクターがあれば、ソルビートはできるはず。裏次第だけど、とりあえずソウルビートさせて使わさい。ダイマ切ってきたか。まあ耐えるはずなんよ。耐えるはずよね、さすがに。あーでも大シルで防御上げられちゃうのがちょっと嫌か。ダイマックスされたとしたらソウルビートしてもダイナックルで、ダイナックルじゃないや、まあそう、ダイスチルもされちゃうから。大丈夫？これ大丈夫？ちょっと待って、大丈夫？大丈夫ですか？ソルビートして死にませんか？ソルビート。え、ソルビートって HP 低い時に使ったら、倒れる？いや、耐えそうな感じではあったけど。あ、オッケー。いや、さすがにドレパンでいけるんじゃないの？え、いけない？ダイマックスキルとかした方がいい？いやいや。え、無理？アイアント硬いもんな、物理耐久は。ダイスチルもされたし。いや、でもさすがにこのためだけにダイマックスキルのは弱いな。ちょっと待って、判断ミスったか？アイアント火力高すぎだろ。ドレパンで倒せるならドレパンでいいけど、いや頑張ってくれ、頼む。あの HP ぐらいは削り切ってくれ。いや落ちた、無理だったらマジできつ。ああ引いてきたか。ドレパンは誰に対しても10倍以上ではないな。ドヒドイでおるな。クレベース、ん、いやそれはありがたいのでは。硬っ。半分入らないとは。でも HP 吸えるのは美味しいな。クレベースってなんか変な技あった？アッキー鉄壁の語呂の良さたるや。言うて急所とかもあるかもしれんし、ドレパン、あとドレパンの急所も狙えるかもしれんから。クレベースって頑丈なかったような今作は。確かアイスボディとかマイペースだったような気がする。
自己再生。まあまあまあ、クレベースは必須で見れると思ってるから、これあれだな、ドレパンで HP 回復しとくか。もうちょい。いや、ダメか。まあでも、いや、ここは絶対自己再生だよね。ここでまだ壁があるから、こっちはキス出すか。まあ HP はもうそれなりには回復できたでしょう。キスだよね。オッケーオッケーオッケー。でクレベースってダイジェットで落とせるんでしょうか。壁があるのをいいことに悪巧みを積んだ方がいいでしょうか。クレベース特殊耐久はペラペラだったはずではあるけども、かといってダイジェットで一発で倒せるほど耐久低い。耐久低いな。倒せるな、これ。いや、クレベースが特防に厚く振ってんなら話変わるけど、そうじゃないならいけるか。ダイジェットはしたいよね。素早さ上げないと。アリちゃんが。アリさん前この引っ越し者に上からアイヘ撃たれるからな。これ、あれですか。ミラーコート振ってます、もしかして。あ、よかったよかった、持っていけた。ちょっと待って、なんか、ちょっと耐久調整されたら耐えられた可能性あったんで、ちょっとヒヤッとしたな。今更思い出したわ。クレベースミラコートあるじゃん。没収されてなければ。で、カビゴンか。カビゴンなぁ、どうしよう。正直、キス温存する必要性があまりないのだけれど、かといって、ああ、大フェアリーは入れとこう、とりあえず。カビゴンから首食らわないようにしとこうか、ジャラランガがね。キスは浮いてるから食らうけど。呪いとか積む起点にされる可能性もあるんですけど。のしかかりか。のしかかりか。キスを残す意味は本当にない。本当にないが。どうしようかな。まあでも呪いとかなさそうだな。あるなら積むと思うんだけど。ナイフェアリー。とりあえず削れるだけ削りますかね。のしかかり。こっちもラムの実あるから1回ぐらいならまあ引ってもいいんですけどね。ただ1回までにしていただきたいな。一回エアスラでひるめばいけそうだが。でも木の実持ってる可能性あるけどね。まあまあまあ。エアスラッシュ!ウィンドスラッシュで削っても足りないな。足りなさそう。まあまあいい、いい、いい。あとはジャラランガに任せろ。ソルビートできるかな?ソルビートする余裕あるかな。ソルビートしないとさすがに槍の上取れないと勝てないんで、ここはソルビートするしかない。まあ出会い頭あるかもしんないけど、ソルビート。とりあえずあくび食らわなくなったのは大きいな。のしかかりの麻痺もなくなった、フィールドのおかげで。さあ、どうよどうよ。のしかかり、のしかかり、どん、まあ、落ちはしない、落ちはしない、落ちはしない、オッケー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 、だけども、オッケーだけども、いや、エアスラ打たない方が良かったかな、ドレパンの回復量を上げて、出会い頭で落ちない、圏内の HP を確保する必要があったかな、うわー、あの脂肪を吸いきれ、めっちゃ吸えそうなお腹してるでしょ、殴り心地良かったでしょ、いっぱい回復しよう。で、あとは出会い頭か。耐えるかな、耐えるかな、耐えれば勝ちだな。避けてもいいな。避けよう。張り切ろう。アイアンと、さすがにドレパン圏内には入ってはいるんで。
さあどうにかできるかこの状況。出会い頭ある、当たる。よし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 、さすがに半減なら耐えるか。オッケー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 、よっしゃ頑張ったな。ジャラランガ、いやドレパンあってよかった。本当に回復しないと、回復手段なかったらやっていけなかったわ。まあこんな感じで刺さるときは刺さりますよというお話でしたけど、大勢ありがとうございました。